Do you love yourself? はい、どうもストークです。今回はカラオケ好きの私がカラオケから学んだ人生において大切なこと2つということで動画を撮らせていただいております。本当はベスト3の、ランキング形式にしようかと思ったんですけど、どうしてもこの2つを一生懸命伝えたい、長く伝えたいということで2つに絞らせていただいております。この伝えることは決してカラオケだけに活かせることでもないし、だからといって皆様にカラオケをやじゃあ絶対カラオケやりましょうとかそういうことを言うつもりもありません。ぜひですね、最後まで動画を見ていただいて皆様が皆様自身のことをですね好きになっていただくようなきっかけになればいいなと思って、今回お話しさせていただきます。では1つ目いきましょう。はい、では1つ目です。1つ目は未熟でも挑戦するです。はい、これ皆さんはどうでしょうか。皆さん何か挑戦したいときにこういう言葉自分にかけてませんか。自分にはまだ早いからまだやめとこう、まだその挑戦する時期ではない。はい、こういう言葉よくかけてるんじゃないでしょうか。もしかけてなかったらすみません。まあ、私もよくそういう言葉をかけたりしちゃいがちです。このですね、未熟でも挑戦しようっていう学びをどういうエピソードで、私が感じ取ったのかっていうエピソードをちょっとご紹介します。はい、まあ、これ私が大学2年生の時に、大学の近くに、個人経営されてるカラオケ店があって、まあ、そこで、点数、カラオケの点数で競うカラオケ大会をやりますっていう、お知らせがツイッターで流れてたんですね。で、まあ、今言ったようにその時の私は、まあ、最高点数がだいたい95か96ぐらいだったんで、まあ、自分が出てもどうせ優勝できないから、まあ、今年はいいかなと思って挑戦しないっていうつもりでした。まあまあ、ただその時にツイッターの DM で、まあ、どこから駆けつけたんかは分かんないんですけど、まあ、自分に DM でそこのオーナーさんが直接カラオケ大会あるんですけど出ませんかっていう DM くださって、まあ、DM もくださったし、まあ、出る人まあ10人いかないぐらいの、まあ、小さい規模の大会だったんで、まあ、1回出てみるかと思って、まあですね、受験でいう記念受験みたいな感じで、大会出てみたんですよ。で本番に当日になって、まあ、練習はしたんですけどやっぱ点数そんな簡単に短期間で伸びるものじゃなかったんで、まあ、最高96ぐらいで、まあ、ボロ負けやろうなと思って、本番参加させてもらって、まあ、ただですね、本番の当日の練習時間があって、その時に、まあ、やっぱ上手い人、めちゃめちゃ上手い人が友達がいて、その友達の真似をちょっとしてみたんです。そしたらすぐに点数がバンって上がって、過去の自己最高点数を本番の日に更新するっていうなんか。とんでもないことが起きて、まあ、その時にあこれだけでも参加してよかったなって思ったんですけど、やっぱりその自己最高点数出しても、負けてしまった、もう3位にも入れなかったっていう悔しさだけが残って、でそっからそのですね、本番上手い人の歌を真似したり、まあ、教えてもらったりしながら猛練習してなんとかカラオケで100点初めて取ることができたんですよ。で、まあ、そういうエピソードからもですね、まあ、まだまだ未熟っていう時にこの大会に参加したことで、まあ、多くのですね、学びを得て成長したっていうなんか経験があるんで、未熟でも挑戦するべきなんじゃないかなって、私は思います。で、まあ、こういう話をするとやっぱり挑戦ってなんかめちゃめちゃ怖いじゃないですか。なんか失敗したらどうしようとか、まあ、最悪もうお金全然なくなってホームレスになって、なんか全然生活できなくなっちゃうんじゃないか、周りに迷惑かけちゃうんじゃないかって思ったりすると思うんで、まあ、やっぱり挑戦ってなんか怖いんです。で、まあ、一つだけ私が伝えたいのは、失敗っていうのはないって思ってて、まあなんかこんな何も成果も残してない、私から言われてもあんまり説得力はないかもしれないんですけど、私は挑戦に失敗なんてないと思っています。で、挑戦したら、まあ、
もちろん自分が望んでた結果になれば成功、それを超えれば成功かもしれないし、まあ、それに行かなくても何かしらの学びっていうものがあると思うんです。でその学びを次の挑戦に生かすっていう、いいサイクルができるんじゃないかなって私は思ってます。で、まあ、挑戦怖いってなった時に、じゃあ私が普段どうしてるかっていうと、まあ、私はですね、小さい挑戦っていうのを普段からするようにしてます。まあ、この小さい挑戦っていうのは、まあ、本当に例えば新しい味のアイス食べてみたとか本当にそんなもんなんですけど、でも食べたことない味、まあ、例えばそれまできなこ味のアイスを食べたことなかったとして、まあ、きなこ味のアイスってどんな味、なんかどんな感じなんだろうと思って食べてみて、でしかもその挑戦したことを毎日積み上げノートっていうノート作って、挑戦したことをその日毎日寝る前に書き留めています。でこうやって挑戦繰り返し、小さな挑戦でも繰り返していくと、まあ、もちろんなんか予想より、まあ、さっきの話で言うと予想より味が美味しかったっていう時もあれば、まあ、全然やっぱ美味しくねえじゃんっていう時もあるんです。でそこで、まあ、別に失敗してもこんな感じなんだろうなっていう、なんか失敗しても別にそんな死ぬことはないんだよっていう感覚を徐々に養っていくっていうことを普段やってます。はい。でおかげでこういう小さい挑戦をですね繰り返してきたおかげで今ですね、まあ、こうやって YouTube で皆様に自分の思いを伝えられるようになったり、オーディション、歌のオーディションを受けて今自分の曲作ってもらって、まあ、今年のですね5月か6月ぐらいには皆様に、お届けできるといいなと思いながら今日していただいた楽曲を今練習してるっていう途中なんですけど、こういうですね大きい挑戦にも、チャレンジできるようになっています。ぜひですね皆様も、まあ、やりたい、本当はやりたいのにやりたいっていうことをやらないで後悔するっていう人生をやめて、一緒にですね挑戦しませんか。私がカラオケから学んだ大切なこと、一つ目は未熟でも挑戦しようっていうことでした。では二つ目いきましょう。はい、では私がカラオケから学んだ人生において重要なこと二つ目は、人にはですね必ず得意なことと苦手なことがあるということです。はい。こんなことを、言ってるとちょっと動画外からですね、なんかそんなことは当たり前じゃねえか、そんなことで動画投稿するなっていうなんか声がですね聞こえてきそうな、感じがしますが、これ意外とできてない人多いかなと私は思ってます。もちろん私もまだ全然できてません。でじゃあ何ができてないかっていうと、多くの人はですねやっぱり自分の苦手な部分っていうところに焦点を当ててしまいがちかなって私は思ってます。例えばですね、なんで自分こんなにかっこよくない、全然かっこよくないんだろうとか、まあ、あとはダサいんだろうとか、身長低いんだろうとか、まあ、容姿とかに関するコンプレックスとかがあると代表的な例だと思います。まあ、もし、いつも自分は、自分のいいとこしか見てねえわっていう方いたら、まあ、すいません、本当にすみません。はい。で、まあ、ただこの動画見ていただいてるっていうことは、まあ、少なからずとも自分ちょっと変えたいなとか、まあ、もうちょっと自分のこと好きになりたいなって思ってくださってる方が見てくださってると思うんで、この話をさせていただきます。まあ、私がこの学びをですね痛感したエピソードとしては、まあ、カラオケのですね採点の項目に音程っていう項目と表現力っていう項目があります。で、私はですね音程が本当に苦手です。音程苦手なんです。で普通、まあ、カラオケ100点取る人って、まあ、多くの人は私のイメージですけどかっていうのは音程めちゃめちゃ得意です。当たり前なんですけど、まあ、音楽の基礎ですからね、音程なんて音程めちゃめちゃ得意な人が多いと思ってて、で実際私の周りにいた友達、100点取れる友達も音程得意です。でそんな中私は音程がまあめちゃめちゃ苦手で、まあ、私が100回ぐらい歌ってやっと出せるような音程正確率を、まあ、その周りの人たちはすぐに出してしまう、1回か2回歌えば出てしまうような、感じです。で、まあ、やっぱりですね音程苦手で、まあ、100点取ってる人って音程得意っていうイメージがあったんで、まあ、やっぱ自分には音楽の才能ないんかな、好きだけど才能ないんかなと思って、カラオケの採点ですね100点取るっていうのを目指すっていうのを、
やめようと思った時期もありました。ただそんな中ですね、たまたまその友達と、カラオケに行かせてもらう機会があって、まあ、そこでちょっと一つだけ、気づきがあったんですよ。まあなんかその友達もちろん上手いんですよ、めちゃめちゃ上手いんですけど、表現力っていう項目あるんですけど、この項目だけに関しては、自分がまああんまり意識はしてなかったんですけど、まあ勝つっていうことが多かったんですね。まあ点数が上っていうことが多かったんですよ。でまあ別にこの表現力があるから歌がどうこうとかいうことではないんですけど、まあやっぱり人には得意なことと苦手なことがあるんだなっていうことをなんか改めてそこで痛感させられました。でそこから私の考えがですね変わって、まあ音程はもちろん少しずつ克服はしていくんだけど、表現力をもっと生かした歌い方できないかなと思って、それを生かしながらカラオケ採点取り組むようになったら点数ぐんぐん伸びて、見事ですね100点取ることができるようになりましたというこういうエピソードがあるんですよ。なんで、私がですね伝えたいことをもう一度言いますと、人には必ず得意な部分と苦手な部分があります。で苦手な部分に焦点を当ててしまうとどんどん自信失って、さっき言ったようなですね挑戦すらしようとも思わなくなるんです。でそんな挑戦しない人生なんて、まあ、私は正直面白くないと思ってて、だったらもう自分の得意な部分を見つけて、でそれで自信つけて少しでもですね挑戦してステップアップしていけるような人生にしたい、してほしいっていうのが私の思いです。はい、ということで今回は私、カラオケ好きの私が、カラオケから学んだ人生において大切なこと2つということで動画を撮らせていただきました。復習すると、1つ目は未熟でも挑戦しよう、2つ目は人には必ず得意な部分と苦手な部分があるんで、苦手な部分にはフォーカスせずに得意な部分を生かして生活しようということです。あんまりですね大きな成果を残してない私からのメッセージで説得力ありないかと思いますが、ぜひですね、後悔のない人生にするために私と一緒にですね挑戦していただけると嬉しいです。もしですねよろしければ高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。では今回の動画は以上です。さようなら。